この時は意識するんだけど、これ抜けちゃうから。心情をその運命に乗せて表現するっていうところは、うん、とても面白い企画だなと思いました。率直に言うと映像で伝わるのかなとは思います。空気感とあと緊張感、やっぱりお客様も劇場に来て、なんだろう、心構えとかをして来てくださってるじゃないですか。だから見るぞっていう感じで見られるのと、ポチポチポチってして見てくださるのは正直違うかもしれない。みんなそれぞれコロナの期間に思った思いっていうのも違うと思うんですけど、確実に踊りたいっていう気持ちっていうのはみんな強くなってるとは思うので、やっぱり映像になるとダンサーに対して距離が近くなると思うので、見れる距離っていうのが近くなると思うので、もっと繊細に感情だったりっていうのを感じ取ってもらいやすいのかなというふうに思いますね。踊りっていうのは、まあ、もちろん音楽ありきでもあると思うんですけれど、目で見て伝えるものでもあると思うので、生で伝えられないのであれば次の段階はもう映像じゃないですか。僕も映像としてバレエを提供するの、映像だけでっていうのはほとんど初めてだと思うんですけど、まあ、どういう作品に仕上がるのかも今から楽しみです。普段劇場に来るのが敷居を高いと思っていらっしゃる方も多いと思うんです。でも映像なので見ていただいて、コロナが収束した後にもまた劇場に行こうかなって思ってくれたらいいなとも思いますし、あと、まあ、忙しかったりその入院してらっしゃったりしている方たちも見れるので、それはすごくいいなと思ってます。感じたままに振り付けをしたところでは、まあ、まず、まあ、自粛生活になって舞台にも立てない、スタジオにも行けない、レッスンする場所がなくなってしまったっていうところで、もどかしさだったり焦りっていうのから、世の中も少しずつちょっと行動範囲が広まって、スタジオに行けるようになって、こうスタジオで動ける喜びだったり、ダンサーとしての生きがいっていうのをお届けして、それが伝われば一番嬉しいなと思います。ちょっとないんだけど、パッチャーというか次のラップというか、ここそんな慌てないで、バレエっていうのは心をこう豊かにしてくれるっていう面だったりで、みんなのことを手助けしてくれたりとか、幸せな気分にしてくれると思うんですよ。バレエファンだけではなくて、こういろんな人に見ていただきたいなというふうに思います。まあ、僕たちが休みの間に感じたいろんな感情が多分この映像の中にあふれると思うので、踊りと音と解釈がマッチすると
楽しいんじゃないのかなとは思います。見てくださってる人たちに癒しを与えたいです。生じゃなくても何かこうグッとくるようなものがあればいいなと思います。Thank you.
劇場は今時を同じくして生きている作品やアーティストの生の呼吸をリアルタイムで感じられる場とともに、時空を超え非日常を旅できる特別な場所です。例えばバレエ白鳥の湖はチャイコスキーが生きた19世紀へと我々を運んでくれ、将来性あるアーティストの姿は今目の前にある先の未来をも想像させてくれます。劇場とは現在過去未来が一つの空間に共存するまさに無二の場所であり、素晴らしい作品や芸術家との出会いは空間や時間という四次元の概念を超越した世界さえも我々に見せてくれます。愛や感動といった人々の心が作用することによって生まれる、いわば五次元の世界です。しかし今その世界はウイルスによって封鎖され、ここオーチャードホールは2月29日以降約4ヶ月間全ての公演がキャンセルとなりました。戦争中でも演奏会や公演が行われてきたことを思うと劇場に集まること自体不可能、そんな今の状況が舞台芸術界に与えたインパクトは計り知れません。しかしながら文化が継承され伝わってきた長い歴史を振り返ると、天災や人災などさまざまな困難を生き抜くことで成熟してきたという歴史もまた事実です。この状況を経て我々がこの席に再び座るとき、舞台に上がるとき、改めて舞台芸術の偉大さを感じ、さらに深い敬愛を抱くと信じています。この席を埋め尽くす2150名の皆様とまたその瞬間をシェアできる日を楽しみにしています。オーチャードホール芸術監督熊川哲也。心を揺さぶる街がある。東急グループはさまざまなエンターテインメントを渋谷から発信し、喜びや感動を創造し続けてきました。その中心を担ってきた文化村は、ここでしか表現できない感動をこれからもお届けいたします。世界中の文化を渋谷で。文化村の活動はオフィシャルサプライヤー各社の支援協力により支えられています。